ップラテ TV 始まるよ。イエーイ。おはようございます、ひらりです。はい、今日はなんでこういう自撮りをしているかっていうと、私の一日密着です。はい、撮影が始まってから終わるまで、今からなんですけど、一日カメラに密着してもらいます。ちょっと早朝の顔は大変なので若干メイクをしました。はい、じゃあ今からいつも行ってる購買でお菓子を買っていきます。バイバーイ。買ってきました。じゃあ今から新幹線に向かいます。バイバーイ。東京に着きました。今からいつもみんなと集合してるところに行きたいと思います。レッツゴー。おはようございます。おはようございます。ゆめかだよ。ゆめかだよ。ゆらりだよ。イエイ。もうそろそろワールドです。です。ゆめかだよ。ゆらりだよ。じゃあワールドへ行きましょう。わあ。ワールドの本社です。でまだクリモちゃんも来てなくて、ま、後で合流ね、はい、するの。バイバーイ。ひらりさん、おはようございます。おはようございます。今日のコーデはこんな感じです。私らしく黒とかグレーとか黒とかグレーとかでまとめました。このプリントがすごくお気に入りです。襟のレースも可愛いです。可愛い。ありがとうございます。でスカートはこの形がすごい好きなんですよ。可愛い。じゃあ今から衣装に着替えます。まーす。イエー。はい、今から3人の衣装を選んでいきます。あ、制服もあるんだ。そう、でも上は全部一緒なんだって。デザインスカートが違うんですよ。え、選べないの見てる。うん、全部かわいい。このベージュかわいいかも。かわいいね。うん、こっちかな。決まりました。決まりました。こっち、行きます。じゃあ今から着替えていきます。はーい。はーい。今ポニーテールが出来上がったので、これからお団子にしていきます。お団子にしてもらいます。なんかね、今日も制服着てふふみたいな。ヘアメイクはいつもどうやって決めるんですか？ヘアメイクは気分だったりとか、あの雰囲気とか、あとは自分の好みですかね。ですかね。はい、もう制服着れて今幸せです。学校の制服より可愛いですよ。はい、まず私のヘアメイク完成しました。で、これがお昼ご飯です。テレレーン。なんていうんですかね、根菜とトリクロズアンか、トリクロズアンの雑穀米丼です。トリクロズ米の雑穀米丼です。すごい美味しそうだよ。いただきます。グミをプレゼントしに来ました。ゆらりはエビせんが大好きなので、片時も離さず持って。さっきも食べてました。次は桃姫ゆらの3人組の撮影となりますよ。エビせんが美味しいですよ。いつもこんな感じです。驚かすのかと思った。楽屋はサビが来ない。イエーイ。もうとにかくいつも楽しいですよ。あっちへ行きましょう。ここにはファッションとか服がありますね。で、ここには鏡があって、身だしなみを整える。あっちへ行きましょう。で、いつもここでコーデの写真とかを撮ってて、インスタとかにあげてもらってます。じゃじゃん。ここがですね、いつも撮影してる場所です。こんな感じでいつもここにこう座って撮影してます。はい、2人今からちょっと呼んでくるので待っててください。じゃあ呼んできます。じゃじゃーん。呼ばれました。イエーイ。3人組です。じゃあ今から撮影をしていきます。あ、ごめん、大丈夫。撮影終わりました。イエーイ。
今からみんなで帰ります。今日の撮影はどうでしたか？楽しかったです。今日はずっと制服を着ていました。お疲れ様でした。お疲れ様でした。バイバイ。帰りはね、朝と違ってメイクも頭もしてもらってるんだよ。お疲れ様です。楽しかったよ。楽しかったよ。楽しかったよ。楽しかったね。結構楽しかったよ。結構楽しかったよ。あるよ。バイバイ。お疲れ様でした。じゃあまた今から名古屋へ。アリアは大阪へ。バイバイ。これが名古屋名物の味噌カツときしめんと名古屋喫茶とひつまぶしと味噌煮込みうどんと手羽先です。この先のエスカレーター降りてすぐ。イエイ。この動画を最後まで見てくれてありがとうございました。もしこの動画がいいと思ったら、高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。バイバーイ。